人公は元特殊部隊隊員。愛する娘を奪い去った謎の組織サンナビへの復讐を誓い、とある巨大都市へと潜入することとなる。頼みの綱はこの腕に装着したチェーンフック。フックを引っ掛けて壁をよじ登ったり、危険な足場を飛び越えることができる。戦闘ではチェーンフックで敵を拘束し撃破。さらに敵を拘束したまま移動したり、連続で敵を倒すことも。さまざまなチェーンアクションを組み合わせ、縦横無尽にフィールド上を駆け抜ける。行く手を阻む強大な機械たち。戦いの中で見えてくるこの街の不審な点の数々。そしてサンナビの正体とは一体。サンナビは2023年春配信。